初代ハームズワース男爵、セシル・ハームズワース初代ハームズワース、男爵セシル・ビショップ・ハームズワースは、イギリスの政治家、貴族。1869年9月23日に、アルフレッド・ハームズワースとその妻ジェラルディンの三男として、ロンドンセント・ジョンズウッドに生まれる。新聞事業者として知られる初代ノースクリフ子爵、アルフレッドは、長兄、同じく新聞事業者の初代ロザミア子爵ハロルドは、次兄である。弟に、初代準男爵、レスターや初代準男爵ヒルデブラントらがいる。セントメリルボーン、グラマースクールからダブリン大学トリニティカレッジへ進学。1906年から1910年にかけて、ドロイトウィッチ選挙区、ついで1911年から1922年にかけて、ルートン選挙区から選出されて自由党の庶民院議員を務める。1914年から1915年にかけて、通商長官の議会担当秘書官、ついで1915年には内務省政務次官を務めた。この時期に、サミュエル・ジョンソンが住んでいたシティ・オブ・ロンドンの家を買い取って修復する事業を行い、1914年にジョンソン博士の家として一般公開された。第一次世界大戦中の1917年から1919年にかけてはロイド・ジョージ首相の事務局のメンバーだった。1919年には封鎖大臣代理に就任。1919年から1922年にかけては外務省政務次官を務める。兄たちが経営するアソシエイテッドニュースペーパーズの社長も務めていた。1939年2月4日に、連合王国貴族爵位、ハームズワース男爵に叙せられ、貴族院議員に列した。1948年8月13日に死去。爵位は、次男セシルが継承した。1939年2月4日に、以下の爵位を新規に与えられた。1897年に、エミリー・モフェットと結婚し、彼女との間に、以下の子子を設ける。ありがとうございます。